関係者以外立ち入り禁止。なら問題ない。俺は関係者だ。うるせえな。彼女の病室はどこだ？ん？家族だ、バカ野郎。そんな風には見えない。おいおいおい。人を見かけで判断するもんじゃねえぜ。医者のおっさん。俺と彼女は、血よりも強い絆で繋がってる。なあ、まだわかってないみたいだな。おっさん。関係者じゃねえのはてめえの方だ。お前は黙ってオペだけしてりゃいいんだよ。どけ。終わったんだろ。どけ。よう。ん？なんだ。ごついチューブがたくさんつながってんじゃねえか。ああ全部引っこ抜いてやりたいくらいだが、これ引っこ抜いたら、お前死んじゃうんだっけ？なんだ？喋れんのか？だったら話が早い。ようやく麻酔が取れてきた。なあ、全身麻酔だったらしいな。手術お疲れさん。傷口は痛まないのか？そ？ん？なあ、医者な。邪魔すんなって言ってあるから、しばらくここには来ないよ。容体見てもらえないじゃん。ごまかいこと気にすんなよ。全然平気そうじゃないか。なんだったら、俺が見てやろうか？うるせえな。不器用不器用って、そんなこと言うのはお前くらいなんだよ。足りめえだ。部下は普通ボスをあがめるもんだろう。お前は、本当に昔っから生意気だよな。ま、今となっちゃ、そういうところもチャームポイントか？うるせえ。俺の懐が深いからこう言ってやってるだけで。お前みたいなやつ、うちのファミリー以外じゃ通用しねえよ。な。お前、助からないんだってな。なあ？医者から聞いた。よっこらせと。この椅子座っていいのかな？ま、行く？ん？てか、前から知ってたよ。別に。お前がアジトで倒れた時から。なんとなく予想はついてた。俺は一応、この道のプロだからな。人よりも、人の命が終わる瞬間を何回も見てきてる。匂いでわかるんだよ。そいつの生命力っつうのかな。そういうの。ま、
これは部下には内緒だ。あいつら、みんな揃ってお前のことが大好きだから。こんなこと伝えたら、あいつら発狂して聞かなくなる。下手し、病院に殴り込んでくるかもしんねえ。医者が悪いっつってな。あいつらバカだからよ。本当に。俺とお前がいなきゃ、統制のしようがね。いや、俺だけじゃダメだよ。お前がいないと、ダメなんだ。な、何しに来たのって。おいおい、寂しいこと言うなよ。顔見に来たに決まってんだろ。たく。ん？違うと思う。相変わらず勘だけは鋭いな、お前は。そうだ。俺は、お前にあることを告げに来た。お前は今日をもって、ファミリーをクビにする。お前みたいな使えない人間は、もううちにはいらない。どうしてって顔してるな。まあ、これは決定事項だ。今まで、俺が決めたことが覆ったことがあったか？こらこら、あんまし暴れるなよ。手術が終わったばっかなんだろ。使えない奴を切り捨てるのは当たり前のことだ。お前がいなきゃダメだとは言ったが、お前が動けないんじゃ仕方ないだろ。お前は、もう様子見なんだよ。ご苦労さん。ま、これで一丁派手に、お前の葬式もあげられるってわけだ。はぁ、嫌な。マフィアに所属したまんまで死んじまうと、葬儀場を貸してくれないんだってよ。当然だよな。俺たちがまともな公共の施設なんて使えるわけねえんだから。別に俺たちは構わねえよ。ただお前は、一応家族もいるし、友達もいるし、葬儀に参加してほしい奴なんて5万といるだろう。まあ、生きてるうちから葬儀の話なんて、してもしけるだけかとは思うがな。俺たちだって、お前のこと、ちゃんと弔ってやりたいのさ。だから、お前がうちの組にいた痕跡、事実は、すべてなかったものとする。お前は、俺たちの仲間じゃなかった。言ったろ、これは決定事項だ。二度とお前に会いに来ることもない。これでお別れなんだ。変わらない。はぁ、あ。暴れるなと言ったろ。決定事項だ。うるさいぞ。悲しいのがお前だけだと思うなよ。くそが。変な病気かかりやがって。
俺よりも先に死ぬなんて、頭いかれてんのか？くそ、くそ！おい。そのチューブ。外してもいいか？おお、案外大丈夫じゃねえか。だと思ったんだよ。思ってたより元気そうだからな。何の用だ、医者。そんなことするなんて。うるせえ。お前は無関係だって言ったろ。あ？家族なのに、寿命を縮めるようなこと。何回も言わせるな。次にこの薄汚い口で何かを喋ってみろ。刺すぞ。ただベッドに横たわってるだけの時間を長引かせてどうすんだ。歩けるうちに歩いておかないと、人生ってのはダメなんだ。んなこともわかってねえから、てめえはやぶ医者なんだよ。おい、行くぞ。最後の散歩と行こうや。これが、お前に与える最後のミッションだ。なあ、ここまで来れば十分だろ。ん？いや、病室からじゃ空が見えないだろ。お前はあんなに星が好きだったのに、かわいそうだなって思ってよ。あ、苦しいか？そうか。俺のこと恨んでるか？いや、お前だったら別に俺たちと一緒にいなくたって真っ当な人生を歩めたはずだから。そうか、恨んでないのか。そいつは残念だな。いや、恨まれてた方がずっと覚えててくれそうじゃねえか。天国に行ってもな。いや、お前は地獄行きか？残念ながら、俺と一緒にたくさんの悪事に手を染めちまったからな。まあ、先に地獄で待ってろよ。そのうち俺も行くから。忘れない？本当かよ。約束だぜ。こっち向いて。恨まれてばっかの人生だけど、こういう記憶の残し方もありか。俺も忘れない。一緒に生きてくれてありがとう。愛してるよ。